皆さんこんにちは。完全共栄グラドルのイニャこと稲森美優です。今回はソーマップさんの DVD 発売イベントの参加方法がパスマーケットというシステムに少し変わったので、その購入の仕方を私稲森自ら実際に購入してみて、まだパスマーケット知らないよーという方にこの動画で説明したいと思います。はい、まずはソフマップさんのイベントページに飛びます。パスマーケットとは何ぞやという人のために、こちら利用手数料が0円、簡単安心決済、そしてチケットが友達に送ることができ、チケットが携帯の中に入るので紛失することがありません。では早速パスマーケットで購入してみましょう。まずは何を買うかの確認ですね、イベント参加券が1枚になってますね。で、私は DVD を購入するので、DVD のボタンをプラス1、DVD じゃなくブルーレイを買う人はそれをプラス1してください。で、これは Yahoo ID が必要なので、 Yahoo ID を持っている方入力、メールアドレスと名前を入れます。その次のページはアンケートの入力、性別、そして年代、そしてお住まいの地域、そして参加券をちゃんとボタンを押したかの確認ですね。次のページに飛んで、次はチケットの申し込みですね。お支払いの方法、クレジットカードがある方は入力していただいて、私はコンビニ決済をしたいと思うので、そちらをボタンを押しました。最後に買ったものの確認ですね。チケットと私は DVD かな、あとはお値段の確認です。クレジットカードの方はここで購入できてると思います。私はコンビニ決済にしたので、私はローソンにしました。この手順で入力していただくと、こう紙が出てくるので、それをレジに持っていきます。そこで支払い完了です。さあ、肝心のチケットや DVD はどこにあるのかと言いますと、右上のニコちゃんマークを押していただくと、この購入済みのチケットというところのボタンを押しますと、買った DVD だったりイベント参加券の確認ができます。 QR コードの確認も OK。 これをイベント当日に店員さんに見せてください。今回の動画で少しパスマーケットについて分かってもらえたでしょうか。私ですね、1月の14日12時からソフマップアミューズメント館さんにて最新 DVD の発売イベントが決定しているので、ぜひみんなに来てもらいたいなと思ってこの動画を作りました。たくさんの人が集まってくれることを祈って会場でお待ちしていますので、ぜひぜひいらしてくださいね。それでは稲森美優でした。バイバイ。